はい、今回は、アンドロの裏ソフトラバーの、プラクソン400を、試打してみました。で、このラバーですね、スピン剣のスピン系テンションラバーが、もう主流となって結構久しいんですけれども、久々の、スピード系ですね、スピード系のあのテンションの新作ということで、まあアンドローさんの中では9年ぶりというふうになってますけれども、あの他社を合わせてもまあかなり久々なんじゃないかなと思います。ただ従来のスピード系そのままではなくって、それに、少し引っかかりを向上させて、よりスピン系に、近いような形にチューニングされているというようなことを聞いています。クラクソン打ってみて昔のスピード系と何が違いがあるかなと思って、考えたんですけども、強打の時ってのスピード感っていうのは昔のスピード系とそこはまあ良いところを維持して変わりません。ほとんど変わりません。だからなんでしょうね、まあ、飛距離の問題でも回転の問題でも昔とそんなに昔のスピード系を使った人であれば、あ、懐かしいなって感じはするかもしれないですね。で、一番やっぱり変わったところは軽打の回転量が増えたかなっていうの。ツッツキとか、つなぎのドライブとか、それ軽く当てた時、まあ、特にブロックの時感じたんですけど、ブロックの時に割とこう上にヒュンヒュンと上に伸びてってくれた。だから、軽く当てた時こそ回転がかけやすいなって感じはあったんで、まあそれこそね、小中学生、まあ卓球始めて間もない子で、あとママさんとかそういう、まあ、ソフトタッチな選手はほど回転がかけやすいラバーなんじゃないかなと。だからそういう人にむしろ合ってるラバー、やっぱりトップ選手とかだとちょっと難しい、スピン系が今すごく流行ってますから、そういうのに比べるとやっぱ回転量とかやっぱ足んないんですよ。でスピードもやっぱり難しいってなりますけども、やっぱ初中級者で、ソフトタッチの選手にはすごくいいラバーかなと思います。昔のスピード系に比べて回転はまあ間違いなく上がってるんで、扱いやすさプラス威力っていう部分では、まあ、今までのラバーよりやっぱプラスアルファの価値があるラバーなんじゃないかなと思いますね。そうですね、弱い力でちゃんとスピードも出て回転もかかるっていうので、まあ、それこそパワーない選手には逆にそういう選手が使ってこそ生きるラバーなのかなというふうに思いました。で、まあ僕が使って一番やりやすかったのはバックのミートで、早いですこれは。フォアでドライブとかスマッシュ打った時より全然速いボール出たんで、ですね、バックで僕使うんだったら、まあ、バックでバックだね、はい、弾いて弾いて、うん、そういうスタイルかなというふうに思いました、うん、大抵の人は、ね、自分がパワーないなんて思ってないからこれが困ったところで、けど体が細かったり、ね、女子の選手とかでもお前なんでこんなスピード出んだよっていうぐらい速いボールは出せるんで、まあ、パワーがない人が使ってもそれ以上のボールを出せる性能を持ってるフラクソンです。